あら、ご用はおしまいで？よく来たな。またよろしくな。いつものように完璧なテレポートを見せましょう。ミスは今回もありません。いいですね。すでに準備は整っています、ノア殿。偵察からも
迎撃予定の地に帝国軍が近づいていると報告が来ています。これに一撃を与えて帝国軍の勢いをそぎ、キーナーン軍到着までの時間を稼ぐ。それが今回の戦いの目的です。ここに来るための水の上の船は強敵だったが、地上にいるなら我らシャークマンは最強だ。契約は続いているからな、帝国との戦いが終わるまでは。俺たちガーディアンも一緒に戦わせてもらう。森を好き勝手されて黙っちゃいられないからね。僕の知る魔導タンクも参戦するよ。また君と一緒に戦うことになるね。絶対勝ってよ。あのにやけ顔を泣きべそ顔にしてやるの。ではノールスター軍と共に出陣となります。準備はよろしいですね。ああ、行こう。そうだね、アンデッドにやられた分もお返ししなきゃ。オルドリック公爵を止める。もうヤエルたちに怒ったようなことをさせちゃいけない。行くぞ行くぞ行くぞ。全軍へ命を。この場にて帝国軍を迎え撃つ。このノールスター、そして諸国連合の地を帝国に踏み荒らさせはしない。この決戦こそが戦いの趨勢を決めるものとなる。必ず勝利するぞ。ノア、こっちも負けてられないわよ。わかった。
帝国軍をここで止めるぞ。みんなを守るため。まあまあかな。ちょっと簡単だと思うけど。いいさ、兵士たちにはちゃんと伝わってるみたいだし。ほう、公爵様に歯向かう愚か者たちが眼首揃えて待っているとは。これは帝国の輝ける道筋の第一歩に過ぎぬ。全ての兵士に告げよ。奮い立ち、我らいざ戦おうぞ。栄光のために。ここで負けてはいられんぞ。何より公爵様の面前だ。アインリッヒよりも先に我らが先陣を取るぞ。まずはこの戦いに勝ち、帝国の勢いを止めるぞ。先の策の通り、アインリッヒもしくはシャペルの部隊に集中しましょう。どちらかを退却させればことはなったと言えます。そうすれば次はキーナーンの軍が加わり、本格的な決戦へと持ち込めますな。頑張りましょう、ノア殿。ああ、もちろん。あれはアンデッドの軍。やっぱり手を組んでたんだな。助太刀しましょう、帝国軍の皆様。手はず通りだな。このまま諸国連合の軍を押し潰せ。帝国の軍勢を押し返すのだ。予想されたとはいえ、この援軍は厳しいですね。ですが連携が完璧とは思えません。あのアンデッドを率いている者を倒して混乱を引き起こすのもありですね。みんな、必ず勝利をつかむぞ。
守りはこのレイナさんに任せておけ。兵は神速をたっ飛ぶ。進め進め。気合だ気合だ気合だ。俺の鍛えた武器を喰らえ。我が命、我が存在をかけて帝国軍を通したりせぬ。公爵様の道を開くことこそ我が使命だ。それこそ我が命をかけて果たしてみせよう。みんなで守りを固めるよ。命が一番大事だ。逃げるよ。敵を罠にかけるぞ。魔導レンズの力を、この戦いに力を。よし。こいつを食らい。敵部隊は全滅した。だが油断するな。来ないで。え？勝っちゃった？嘘。全滅するなんて。今のうちだ。兵たちに休息と手当てを。
敵を罠にかけるぞ。ちょっとここは気合い入れていこうか。オルドリック公爵は間違っている。その道を進ませはしない。裏切り者どもが！戦闘開始。やったな。ここは俺たちの勝ちだ。バカな！何をしている？公爵様の面前だというのに！手柄を立てるどころか、恥をさらすことになるではないか！バカな！帝国軍人の恥さらしめが。だが奴めのせいで混乱が生まれているようだ。ここは一度引き、体勢を立て直す。ならばこちらも引きましょう。我が下僕どもよ、下がるがよい。帝国軍が引いていきます。やったわね、公爵泣きべそ作戦の第一段階成功よ。やったね、ノア。ああ、やったぞ。だが、まだ初戦に過ぎない。気を引き締めないとな。よし、全軍に伝えよ。陣容を立て直し、避難軍の合流を待って、帝国オルドリック公爵との決戦に挑む。どうかしたの？マールリッチ。まさか。不豪の衆を集め、よくも戦うものだ。素直に称賛しようではないか。ノールスターの将軍エレクトラ、それに同盟軍を率いるノア、貴様らは諸国連合平定が終わったら我が陣容に迎え入れてもよい。戦いはまだ続くからな。ですが、これ以上公爵様のお目汚しをさせるわけにはいきません。オルドリック公爵、すでにこの戦場まで。ほう、動きが早い。デクノボーの総大将ではない。さすがってとこか。公爵。っていうか、
あのでかいドラゴンは何よ。あれも帝国の味方をしてるっていうの。いや、おそらくは公爵が研究していた原初の魔導レンズの力を利用したものでしょう。公爵の研究所へ乗り込んだ時に同様のものを見た。支配の力だと。支配。エレクトラ将軍、ここは引くべきでしょう。エレクトラ将軍、キーナーン軍から伝令が来ました。戦場近くまで来ていると。なんとありがたい。陣を固めよ。キーナー軍とここで合流して反撃を行う。キーナーンにも伝令を送れ。エレクトラ将軍、まずは一度アスラバートまで引くのが安全かと。だが目前に公爵がいる。油断か。諸国連合を過小評価しているのか、それとも尊大の現れか。しかしこの好機はここでしか得られぬものやもしれぬ。合流後全軍で公爵の首を狙う。マールリッチ、大丈夫なの？エレクトラ将軍の言うことにも一理あります。賭けにはなりますが、本当に好機なのかもしれません。そして何よりもまずいのは戦場で意見を違えることでしょう。それでは本当に烏合の衆になってしまう。しかしもしもの時のことは考えておきましょう。連合の軍の弱点よね。知らせではもう現れても。見えました、バールモーリス様、間に合ったようです。来た、キーナーンの軍だ。これで五分で戦えるか。ああ、ここからだ。よし、まずは合流を優先する。エレクトラ将軍より伝令が来ました。合流を急ぎたいと。合流後このまま公爵の軍勢に逆襲すると。間に合いましたよ。よく持ちこたえてくれたものだ。ここに来て戦に遅れたでは直れだ。バルモリス様。
確かに間に合ったようだな。はい、昼夜を通して物資の補充に働いてくれた兵たちも報われるというものです。しぶといものだ。まあ間に合ってしまったのなら仕方あるまい。その前に終わると思っていたのだがな。なんとおっしゃいましたか。全部隊の流出将へ伝えよう。これより我らはノールスターの軍勢に攻撃を仕掛ける。準備を怠るな。何をおっしゃるのですか、バールモーリス様。何を言うか。これまでもノールスターと刃を交えたことはあったではないか。しかし帝国軍を目の前にして仲たがいなどしている時ではないのでは。わしの命に背くというか、忠誠の誓いはどうした。しかしこれは まさか最初からオルドリック公爵と通じて。オルドリックは先見の明がある男だ。奴の野望は諸国連合を平頓する程度で終わるものではない。愚鈍なサラス・バーラントと組むよりもよっぽど良いではないか。ヒナーンは帝国と盟を結び、諸国連合の地を我らドラゴニュートの地とする。さあ急ぎ命令を伝えよう。ボルディス様、誓いであろう。ドラゴニュートの敵忠誠の誓いだ。それを裏切るとでも言うか、ボルディス。伝令を集めよ。劉飛将に命令を伝える。ボルディス様。これであとはオルドリック公爵を倒せばいいのですね。ああ、もう少しだ。しかしキーナーンの軍の動きがここに来て。軍師さんよ、残念だがあんたの勘は取り越し苦労じゃなかったようだ。ガルー、何を。軍師さんに頼まれてな、偵察してたんだ。キーナーンの軍本陣から各部隊に命令が出てる。ノールスターの軍を攻撃せよとな。バカなことを。なんだって、そんな。今は嘆いている時間さえ惜しいです、ノア殿。わかった、頼む。軍師殿よ、ノールスターの軍まで最速で連れて行ってやるぜ。エレクトラ将軍、今すぐにこの場を退却しましょう。キーナーンの軍が裏切りました。そんな信じられません。それは確かなんだろうな。
マールリッジ殿。はい、キーナーンの軍物資を焼き払われた件、雪山峠での足止めが事前に察知されていた節もあり、情報が漏れている可能性があると思っていました。すぐに決断を。このままでは挟み撃ちになります。全軍に伝えよ、退却する。急げ。ほう、気がつくか。やはり知恵者がいるようだな。そして決断も早い。追いますか。いや、追ってはキーナーンの軍に任せればよい。兵士たちにはここまで無理をさせた。陣を整え、休息を与えよ。逃がしてやると。すでに次の策も伝えてある。勝利は揺るがぬさ。どういうことだエレクトラ。何故おめおめと逃げ帰ってきた。何が起こったのだ。私の不明の致すところです。キーナーンの軍が帝国に寝返りました。マールリッジ殿の助言があり早く退却できましたが、キーナーンの追撃による損害は少ないとは言えず。キーナーンめが、やはりあの連中は信用が置けなかったのだ。それでどうするのだ。キーナーンの軍は振り切れましたが、いずれはここに帝国軍やアンデッドの軍勢が現れるでしょう。そうなれば今は逃げてできるだけ兵を温存すべきでしょう。時が来るまで。よし、逃げるぞ。すぐにも支度をしろ。しかしサラス様、アスラバートの市民たちをどうするのですか。お見捨てになるというのですか。そんなことを言っている場合か。ならば貴様一人でここを守るがよい。訓命だ。何をバカなことを。そんな命令。大変です、シモンに。何が起こった。それが、逃げろ。早くしないと帝国軍が来るぞ。悲鳴だ、素晴らしい。そして命を刈り取り、我が愛しき下僕へと変わる喜びを与えてあげよう。それは歓喜の声だ。それもまた素晴らしいであろう。化け物が門を塞いでいる。はい、おそらくはアンデッドの一種かと。その周囲からアンデッドが出現しているようです。
門は全て塞がれているのか。いえ、南門、東門、西門には化け物が現れていますが、王城からつながる門にはまだ出現していないようです。ならば、そこから脱出すればいいな。しかし、状況が分かっていない市民たちはパニックになっています。このまま放っておけば、化け物が塞いでいる門に市民が殺到して被害が増えます。そんなことを言っている場合か。あとは任せたぞ、エレクトラ。なあ、さて、どうしますか、ノア殿。我々もこのまま脱出しますか。サラス殿の言うように、そちらの方が賢明かもしれませんよ。いや、まずは指紋を通れるようにしよう。市民が逃げられる可能性が増えるのだろう。軍師としてはリーダーのすべきことではない。ここでは無事に生き延びるのを優先するべきだと諭さなければいけないのですが。その提案は聞けない。だと思ったわ。諦めなさいな、マールリッチ。分かっています。では、軍を動かしていたら時間がかかります。少人数でその門を塞いでいる化け物を倒す必要がありますが、お願いしてよろしいですか。ああ、そっちの方がいい。戦争よりも性に合うよ。そう来なくっちゃ、ノアじゃない。だろうな。ならば僕も付き合うよ、君のおせっかいにね。注意も相当だと思いますがね。封鎖されてる門は3つよね。なら私たちも行かなきゃね、ウェーブの兄貴。もちろんだ。この町にも世話になったしな。しかし、そのままバラバラに逃げるのは塩梅が良くないな。指紋を解放した後はここに戻って残った軍と一緒に脱出した方がいいだろう。ですね。できるだけ残った兵を集め準備をさせておきます。そうだね。みんなが戻ってくるのを待たないとね。すまない、ノア、セイ、メリさん。ならば私は皆が脱出するまでこの王城を守ることとしよう。お願いします、エレクトラさん。ああ、そっちは頼むぜ、女将軍さんよ。それじゃあ僕たちは西門を目指すことにしよう。市内にもアンデッドが入り込んでいるようです。急ぎましょう、注意。さすがに市内を知る魔導タンクで突っ切るというのは危険すぎるよね。やめた方がいいな。ただでさえ市民がパニックになっているっていうのに。頼んだよ、セイ。ああ、任せてくれ。残りのメンバーをお選びください。
よろしく頼みます。全力を尽くそう。では、作戦開始だ。わかりました。注意。さてさて、おせっかいが映った中尉殿の護衛だ。手は抜かない。やっ、剣の力。わっせろ。これは痛いよ。とどめだ。これぐらいなら問題ない。ダメだ、逃げられない。どこへ行けば他の門までたどり着けるのか。下がっていてください。あれは我々が処理します。あんた帝国軍の。セイ・ケースリング、今は同盟軍の兵士です。こいつの相手は我々に任せてください。手は抜かない。剣の力。つかぞ、まだいけるぞ。クソ、行け。
くらえ。使います。立ち上がってください。ありがとう。剣の力を。これだ。まだいけるぜ。一撃大打撃。突撃。さてと。まだいけるぜ。一撃大打撃。これを使います。勝利。助かったぜ。油断しすぎです。マッスル。やはり我が魔法は最強なり。いえ、それよりも早く逃げてください。急いで。いつ帝国軍が来るか分かりません。そうそう、俺たちみたいな格好の奴らがいたらそいつらからは逃げてくれよな。本当にありがとう。帝国軍に気をつけろというのはやや複雑な気持ちではありますね。よし、俺たちも行こう。うんうん、ノア君のおせっかいに付き合ってやろうじゃないか。気を抜くなよ。いつ帝国がここまで来るか分からんのだぞ。そうだな。それに市民の犠牲もできるだけ防ぎたいなら急いだ方がいい。ではメンバーをお選びください。ガオーか、腐れ縁だね。
おや、ミオ、あんたと一緒かい？私も行くのね。よし、行こう。俺たちは東門だよ。俺はどこにだって商売に行くんだ。よう、入りようか。また来てくれ。癒しがいるかしら。また来てちょうだいね。逃げないと。ほら、頑張りなさい。
そろそろだが。あれだな。逃げ道が。すぐに逃げ道を開く。待っていてくれ。私の相手になるか。はいはい、これで飛んでけ。やっやっはっ。これで。やるぜ、サビレ。腕はなまってないぜ。片付けない。遅れるなよミオ。剣一閃。見事な立ち筋だな。合わせるよガオ。腕は鈍ってないようだね。のルーン葉っぱ、これで。楽しかったよ。紙一房、そよぐことなし。そうだけど、知り合いだったかな。ううん、でもみんなの噂を聞いて憧れてたんだ。頑張ってください。いや、ノア君、憧れの存在とは偉くなったね。そんなことないよ。悪いことじゃないさ。さて、ここの門は開いた。
俺たちもみんなのところに戻るぞ。それじゃあ、私らは南門だね。ああ、敵の軍勢が来る前に市民を逃がす必要がある。急ぐぞ。それじゃあちょっくら行きますか。ちょっくらってそんなお気楽に言ってていいのかな。ですが気を張りすぎるのもパフォーマンスが低下しますよ、ミルン。ああ、いつものように行けばいいのさ。ガーディアンとして振る舞うだけ。ではメンバーをお選びください。暗黒騎士の力貸してやろう。僕なんかで役に立つならついていくよ。よし、それじゃ行こう。はい、行きましょう。地図は確認しておきました。案内はお任せください。いらっしゃい。また来てちょうだいね。暗黒騎士の出番だな。分身秒針異常なし。ありがとうございます。発動します。全力だ。えい。
くれ。さて、秘技を見せてやるぜ。てとっておきを見せるぜ。はあ、俺たちの勝ち。あれ、もう終わったの？どうやらここが一番の当たりだったようだな。来ますよ。ああ、やってやるさ。暗黒騎士の出番だな。程度の攻撃。シュート。シュート。やった。気を見せるぜ。はあ、分身秒針異常なし。ありがとうございます。相手にならんね。なめるなよ。次はあの門を塞いでいる化け物ですね。ああ、こっちは大物だ。おやおや、いたずらはやめてもらおうか。なんだ。我が名はデイラード、アンデッドロードだ。悲しみ、怒り、それらが入り混じった芳醇な悲鳴を楽しんでいたというのに、どうにも邪魔が入っているようなのでね。くそ、やっぱりお前か。こいつはいい。村での恨みを晴らさせてもらう。悪いんだがね、それには付き合う気はないんだ。どうにも気がそがれたので、
相手はこの子らにしてもらうことにしたよ。来るぞ。こいつは楽勝だな。ガーディアンの秘技を見せる。さて、秘技を見せてやるぜ。まずい。うちの妹をよくも。加速させようか。ありがとうございます。終わりだね。やりました。言うほどのこともなかったな。さあ、今度はあんたの番だ。おやおや、もう勝ったつもりとは。まだまだお楽しみはこれからさ。え、変身した？それも可愛くないです。ではたっぷりと楽しんでいってくれたまえ。逃がすか。メリサ、来ます。2体もおまけ付きとは本当に当たりだな、こいつは。私が手を出すまでもないんじゃないかな。やっ、
これでトーン、えい、デミ、それの妹だ。クールに行くぜ。やっ、ルーンを発動します。ガーディアンの秘技を見せる。それ。たくれるわけには。やるぜ、リレン。うん、ありがとうございます。やったね。排除します。はっ、これを。それ続けていくぞ。戦闘終了です。お疲れ様です。ムカつくやつだがな。クールに、クールになれよ、メリサ。だけど兄貴、借りは返すさ、絶対に。それに今はほら、今はあれでも十分な報いになるさ。違うか、メリサ。わかった、兄貴。ヤルナンを怪我したあのアンデッド野郎は許さないけど、今はやるべきことをやる。あ、今はそれでいいさ。さあ戻るぞ。ええ、戻りましょう。皆さんが待っているはずです。メリサ、そっちは？
ウェーブの兄貴が言うには当たりを引いたみたいでね。時間がかかった。でも市民たちを逃がすことはできた。これでできるだけ多くの皆さんが助かるとよろしいのですが。ああ、あとは幸運を願うだけさ。わかった。じゃあ俺たちも脱出しよう。そうですね。ここから東のトゥーノーズの町から渡し船でユークリスの領地へと退却しましょう。渡し船？ユークリスとノールスターの国境になっているタイガを渡るのよ。揺れがきつくて。またあれに乗ることになるのね。ちょっとうんざり。ねえねえ、キャリーのテレポートで逃げるのは？少人数なら可能でしょうが、兵の多くを見捨てることになります。おそらく軍の再建は無理になるでしょう。ここで完全に望みを捨てるわけにはいかないな。急ごう。いつ帝国軍やキーナーンの軍勢が追いついてくるかわからない。ああ、エレクトラ将軍。どうした？まだ逃げ遅れている兵士がいるはずだ。追え！可能なら捕虜に取るんだ。はい！ボルディス様、どうした？これでいいのでしょうか？俺は分かっているさ。だが今は。それにここで見逃したところで運命は変わらぬかもしれん。キーナーンの軍が市内に？思ったよりも早い。まずいな。まだ残った兵を集めきれていない。ここで追いつかれる兵が出るかもしれない。ならここで時間稼ぎをした方がいい。そうだな。それなら俺が。ノア。エレクトラさん。その役割は私にやらせてもらえないだろうか。だけどお前の望みは皆を守ることなのだろう。それならば皆と共にここを離れ仲間を守るんだ。でもノア、お前が会議の場でみんなを守るために戦うと言った時、サラス様はそれを笑い、バール・モーリスはそれを偽物だと疑った。だが私にはお前のその気持ちは本物だと感じるし、その気持ちこそが人々を引きつける力になっている。エリエール城がお前の中に見出したのはそういうものなのだろう。まあ貴族出身の私が綺麗事言うとね、いろいろと嘘が生まれるわ。でも
ノアは少なくともそこには嘘はない。だからな、ここでの時間稼ぎは私にやらせてほしい。ノア、そしてお前たちはすぐにも逃げるんだ。次の勝利のために。それに私は恩を返さなければならない。汚名だからですか？それも半分だ。でも。おい、行くぞノア。これ以上は将軍の気持ちを無駄にすることになる。そうだろノア。わかった。東のトゥーノーズの町へ向かいましょう。エレクトラ将軍、ご分を。意地を張りすぎないでよね将軍。マキシム、お前たちも早く。そうはいきません。我々はノールスターの軍人だ。将軍を残してはいけません。これは私のわがままでもある。この町は戦争孤児だった私を受け入れてくれた。サラス様はそんな境遇だった私を偏見を持つことなく取り立ててくれた。平和が続くならサラス様も良き君主であり続けられたであろうに。そしてサラス様への恩も、守ることができなかったこの町への恩も、私は返せていない。だからな、せめてここを去るのは私が最後でありたいのだ。そうですか。わがままに付き合う必要はない。逃げたいものは逃げろ。申し訳ありませんが、それは聞けません。将軍がわがままを言うなら、私もわがままを言わせてもらいます。好きな女を守るために命を張る、その程度のわがまま許してもらいますよ。な、何よ。あ、隊長ずるい。お、俺も将軍のためなら。そうだ、俺だって。お前たち。エレクトラ将軍の覚悟を無駄にするわけにはいかない。トゥーノーズへ行くぞ。目指すのは東のトゥーノーズだ。将軍の覚悟を無駄にするな。目指すのは東のトゥーノーズだ。将軍の覚悟を無駄にするな。雑魚ばっかりじゃないか。
速攻で行くよ。やっ、タフト、やっ、はぁ、タッ、アーバよ。紙一房、そよぐことなし。様の命令だ。逃がすなよ。ここまで来て。お父さん。大丈夫。僕の後ろに隠れて。援軍か。お父さん。ごめんな、遅くなった。ううん、大丈夫だよ。お嬢様、ご無事で。ノア殿、皆さん、これは避難軍があらかじめ別動隊を出していたようです。この先を突破して港まで行き、船を確保しなければ脱出できません。オルドリック公爵は我々がここに逃げることになると予測していたようですね。仕方ありません。ここはよし、それじゃあ俺が港まで道を切り開く。はい、存じております。ですが気をつけてください。あなたが倒れるのは同盟軍にとって大きな損失になります。諦めたわね。ああ、僕も一緒に行かせてもらう。こちらも付き合いの良いことで。ちょっとずるいよ。私も行く。まあ、うちの妹も同じ病気だ。では残りのメンバーをお選びください。お嬢さんをよろしく。レイナさんが必要なんだな。おや、そうかい。新しい忍術をお披露目したかったのにな。
ノア君、リャン先輩は心配だよ。それじゃあな。まったく仕方ないな。頼むよノア。みんな、ここは、僕らが、なんとか守っておくから。港までにはキーナーンの兵士がいるはずです。お気をつけください。こちらも、できるだけ兵士を集めておきます。合図を下されば、皆で後を追います。ああ、大丈夫。必ず船を確保して逃げ道を作ってみせる。絶対に全員で脱出するんだ。みんな、行こう。厳しい道のりになるだろうが、私も全力で支援しよう。ここで倒れるわけにはいかない。そうなのだろう。今は港へ急ごう、ノア。港はもう少し。ああ、そこまでたどり着けば船を確保して脱出ができるはずだ。メリサ、セイ、みんな気をつけろ。来ました、同盟軍の連中です。予想通りのようだな。簡単に先へは進めないってわけか。そのモンスターは？帝国から受け取ったものだと聞いている。随分といいものを作ったものだ。やはり公爵は僕らがここに来ると読んでいたのか。でも、ここで逃げるって道はないからね。ああ、あいつを倒して、みんなを助ける。一気に倒す。の秘技を見せる。
レイ、ソリ、トーン、一点突破、くらえ、剣の力を、攻撃を開始する。大丈夫かい？ガーディアンの秘技を見せる。剣の力を。行くぞ。今助ける。何だったのじゃ。このまま行こう。片付いたな。やるね。帝国の中尉さんだっけ？セイ・ケースリング、あなたの技も素晴らしいものがあります。ガーディアンの勇士殿。よし、行こう。港まではもう少しのはずだ。まさか。そんな船が。これは船が全部沈められている。キーナーンの別動隊の目的はこれだったんだ。ここを渡れなければいずれ帝国とキーナーンの軍に追い詰められる。帝国が追撃を急がなかったのはあらかじめこれをキーナーン軍に命じていたからでしょう。なんなのよ、計画が違うわ。公爵の泣きべそ計画だったのに。ああ、あのにやけ顔が目に浮かんで腹が立つ。ここまで読んでの公爵の采配であるのなら
ペリエール城に賛同します。腹が立つほどの手際です。絶対絶命か。ねえねえ、この船を今から直せないかな。キーナーンの連中、かなり徹底的にやっている。直す前におそらく帝国軍は。キーナーンの連中も仕事を果たしたようだな。抜け道は塞いだ。あとは追い込むのみだ。行け。はい。そんな帝国軍が。お父さん。今さら帝国に降伏してもお咎めなしってわけにはいかないだろうな。残った兵を集めて抵抗してもいいですが、勝算はあまりありませんね。何か方法はないの？何か。ノア。俺が。ちょっとノア待って。でも俺がこの首を。何を言ってやがる。そんなおせっかい絶対にさせやしないぞ。ああ、絶対にダメだ。待ってよノア。君がそれをしたところで、それはみんなを守ったと言えるのかい？待って。でも他に方法は。だから待って。だからってその方法がうまくいくなんて保証もないんだろ。もしかしたら死ぬ気で外の帝国軍とキーナーンの軍を突破すれば。だから待ってって。もしくはここで全員で降伏するかですね。それも一つの選択。違う。聞いて。なんだリャン、大声を上げて。だからあれを聞いて。みんな静かに。砂の上とは勝手が違うが、なんとかなるだろう。おい。船が水の上なんて大丈夫なのか。
信じるぞ。神様、こんなところで死ぬのは嫌だ。死ぬなら砂の上だ。泣き言を言うな。仲間を助けるのに命を張らずにどうする。あれはユイリン、それにシャークマンたちが。お船がいっぱい。プープープー。そうだ、お前の首は必要なくなったってことだ。ありがたく肩の上につけておけ。古い城のくせに頑丈にできてやがる。錆びさせるのに時間がかかった。さて、この地を治める総督に任命されたガルディア帝国のシャペル・ウィンラードだ。貴様らに布告がある。この町をイーストラードと命名する。以後はこの名を使い、旧名の使用は禁止とする。静かにしよう。貴様らの身分は帝国二等市民となる。ただし尻尾付きどもは三等市民だ。お前ら静かにしろ。だが、オルドリック公爵からの慈悲がある。魔導レンズの所持者、採掘者については帝国の一等市民の権利を与え、さらに帝国軍の士官候補として取り立てる道を用意する。これは悪くない待遇だぞ。該当者は総督府まで名乗り出るように。
やあノア君、おはよう。みんな広間に集まってるよ。そのなんだと、とにかく元気出していこう。うん、元気はいくら出してもタダだから。うん、行こう。